MBAC バージョン B くらいからしばらく休止していたのですが、だいぶ休止してたね、それはね。MBAACC では連の 5C4B がつながりにくい気がします。読みの汗遅くなりましたか？なんだこの質問は。なんだこの質問は。いやー、ちょっと覚えてないけど、多分、カレントコードの 4B だと8000、10か9か、9ぐらいかな、とかで、カデンツァの方がね、遅いと思うけどね。カデンツァの方が、4B、8011とかじゃないの？ちょっと覚えてないけど、11か12とかじゃない？だから、ちょっと早くした記憶あるけどね。カレントコードで。というか、アクセロレスアゲインの時点で。なんで、繋がりにくいのは、早すぎて繋がってない可能性あるかもね。はい。ちょっとこれはね、あまりにも局地的な質問すぎて草なんですが、局地的？局所的な質問であれなんですが、まあちょっとわからん。が、ちなみにその、メルティーブラッド豆知識なんですけど、アクトカデンツァとアクトレスアゲインって、まあ内部のデータと、ちょっとフレームの計算がちょっと違ってて、アクトカデンツァのデータは、実際にはね、表示されない謎の1フレームが存在して、データ上が11フレームでも、実際に出るときは10フレームで、で、デカカリの存在しないマイナス1フレーム分はガード優先とかだった気がするんだよな。その、よく、カデンツァのときにさ、擦りまくってるとガードがすげえ優先されるみたいな話あったと思うんだけど、確かね、そこが謎の1フレームだったはずなんだよな。はい。まあ、とりあえずそういう、ね、謎のお話でお茶を濁しつつ、ご質問いただきありがとうございます。